はい、どうも、こんにちは、こんばんは。おはようございます。タールです。シャドウオブザトゥームレーダーですね。よろしくお願いします。前回は、なんだっけ、クワク役でのイベントをミッションな、あれはなんていうの、俗に言うミッションっていうのかな、をミッションに巻き込まれてしまう形で、まあ、参加していましたが、今回はね、ちゃんとストーリーを進行させていこうと思いますので、よろしくお願いします。で、前回までの残課題として、バイパースネアじゃなくてバイパー思い出せない、通称毒ガスモクモクですが、サイレントアローと布と毒液がね必要っていうものは分かっていたんですけれども、まずサイレントアローについてですね。サイレントアローは通常ララさんが持っている、これ以上は持てないわ、はい、弓矢、これがもうサイレントアローというものみたいです。だからサイレントアローっていう新しい武器とか、その弓矢とか、そういうものは、泥がカメラにないみたいですね。ありがとうございます。はい。で、じゃあそしたら、布と毒液なんですけど、まあ、なんで前回使えなかったかはちょっとわからないんだけど、ちゃんとね、弓矢を装備していたんですけど、もしかしたら毒液がね、足りなかったのかなと思って、ほら、あるキノコ売っちゃったじゃないですか。それが悪いのかなと思ったら、実は毒液っていうのが、昆虫から手に入れるものだったみたいなんですね。見ると、お店屋さんで、毒液とか、キノコとかね、売ってないかなと思ったら、毒液はね、虫から抽出するタイプの。またモノリスか。近くの者の説明ね。一人の衛兵が私と作物を監視している。目をそらすことはない。また穴掘りでしょ？っていうかあれだね、昔の言葉が分かるようになったね、ララさん。オリゴーですね、ララさんは。これ以上は持てないわ。そうですか。じゃあ弓を、あれ、これさ、街の中だとさ、確かこれ前回作れなかったと思うんですけど、復活してますね。ああ、ラマが、やっぱラマで良かったんですね。あれもいつもか穴掘ろうか。で、その毒ガスなんですけれども、不思議なことにね、強化ナイフどっかで取れるのかな。こういうキーアイテムでね、自分で作るとか、なんか入手するとか、そういう感じじゃないんですよね。はい。で、持ってたんですよ、その時戦ってる時に。いっぱいね、これ以上持てないわ。おそらく役に立ちそう。何、どれ。モノリスの秘密。モノリスの秘密を発見しちゃっていいの。モノリス読んでないのに、まあいいや。そう、だから虫をね、今後見つけたら、このピッケルでね、ザクザクと倒していかないと、ちょっと毒ガスモクモクを使える場面がね、あっても使えないっていうことになってしまうので、そこだけちょっと気をつけないといけないなと思いました。エルドラド、アンチャーテッドですよね。まあ別にこのゲームでもそうなんですけれども、実在の、探検者のバッグ、秘密、どこかにアイテム、大体サバイバルキットのありかを示してくれるんですよね、確か。まあ今重宝してるわけじゃないんで、そんなにね、目の色変えて追いかけることはしません。もしかしたら物は持ってるけど、毒液の量が足りなかったのかなと思うんですよね。3つ、数として3つ持っていたんですけど、それじゃ足りないのかな。3つ毒液をさ、まあ、いくつ使わせるのか分かんないけど、1回の毒ガス作成で毒液をさ、そんなに大量に消費させられてもさ、俺困るんだけど。それこそさ、使おうと思った時に使えないかもしれないですよね、本当に。一回使ったらもう二度と、その虫をね、殺すっていう一手間を加えないといけないので、使わないかもしれない。ごめんね、でも日本語で言ってくれ。うお、怖い。なんだ、まあ、またミッションかな。ミッションから目を背けていくことにしよう。俺は何も見ていない、聞いていない。こういうところってな、迷うんだよな。で、あんまりこうやってマップグリグリさせるとさ、酔うしね。俺が酔うんですよね、誰が酔わなくても。ちょっと本当に三半規管ダメニキなんで、三半規管ダメニキといえば、いい加減ね、花粉の猛威が R を襲う
感じになってきまして、もう粘膜系がね徐々に侵されてきているのがわかるんですよ。もう目も痒くなってくるし、鼻のね具合も少しずつ、いいのかな、こんなにボソ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 取ってっちゃって油ばっかり。結構大事だぜ油だって。でこうフラ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 さ、人ん家入って行ったりするから、また場所がなんだか分かんなくなっちゃうんだよな、地図見て。またね医者行かないといけないのかなと思うんだけどさ、できればさ一回医者行ったらさ、もう二度と行かなくてもいいような処方をしてほしいですよね。そうすると改造人間にでもならないといけないのかもしれないけど、どうしてもな、薬を使って抑えたとしてもその場しのぎね、一時しのぎですからね。コンキスタドールの宝箱にはいろいろ入ってますが、開けることはできない。すごい、あ、こっちは開けられる、いいのかい。床テコ。パトリはアメリカ最古のゲームの一つで、身分や世代を問わず遊ばれていた。プレイヤーは1ラウンドに全財産をかけたと伝えられている。毛布、宝石、家、果ては家族までも。このゲームには芸術と遊びの神マクイル・ショチトルも参加していると言われていて、勝者に賞品を与える役割を担っていた。たかがゲームに全てをかけるなんて、いつの時代も一緒ね。ユカテコは遊びじゃねえんだよ、遊びでやってるんじゃないんだよきっと多分そうやってね、当時やっていた人はね言っていたはずですよ。モノリス読めるようになったかな。あ、ごめんね、何が書いてあるかわからないわ。まだわからんか。まあ、そうそうね、ちょこっと見ただけじゃ読解不可、あ、解読か。あまりにもさ、でもさ、かけ、すべて、1ラウンドにさ、すべてをかけるってすごいですよね。1ラウンド選手制じゃなくてさ、一発勝負ですべてをかけるってなかなか、開示でもやらないと思うんだけど。や、ね、闇のゲームだよね、本当に。何が書いてあるかわからないわ。アブドゥルの魂かけた後、カキョイの魂だっけかけたの。こうなんだろう、ギャンブルの醍醐味はないですよね。だいたいさ、普通のトランプとか今のねポーカーとか多分カジノとかでもさ、少しずつかけていって、で最後に大きくね張って、そこでなんていうの、チャレンジャーを任すっていうのがだいたいカジノとかの儲け方だと思うんですよ。こう気分もね上げていって、勝ったり負けたりして波を持たせて、最後に一撃で仕留めるっていう。このさっきのゲームはさ、もう一発目から、お、黒色火薬、毒液があるといいんですけどね。こう何でもないところでね、ツルツルっとゲットできると、あれ、あ、黒色火薬、あ、こういう風にもなるんだ、アップグレードに使えます、ありがとうございます。でもね、僕は地図が見たかったんだ、こっちかな。基本的にね、タックルしても全然怒られませんから、ね、音がめなしですからね。やっぱ美人は役得ですね。何しても許されるんだろうな。まあそれが功を奏してね、墓荒らしたりトリニティ荒らしたりしてるんですが。マム、イサムナーはマヤの創造神フナブクーの息子だ。教育の神であり、文学や書籍の発明に貢献した。そのためマヤの文化の発展に不可欠の存在となった。さらには農耕の神として農業を生み出し、医療の神として自らの赤熱の手で人々を癒した。イタムナーは爬虫類のような姿で描かれることが多かった。一方、キニチアハウとしても知られ、そちらの姿は炎の混合インコで、数字の4の守護神であり、干ばつや病気を司っていた。ろくでもない神様も結構いますよね。お、金貨。でもこんなとこじゃお買い物もね、できそうにないし、金貨。やばいぜ、ララさん、これ。語り尽くせぬ罪。トゥームレイダー待ったなし。これは、ケイチは。パイティティの民は互いに和解し、皇帝となったイスカイ・ヤワルに従って山中に入り、新たにやり直すつもりだ。
先人たちが犯した過ちを彼らは繰り返すまい。パイティティってここのことだよね。和解したんだったらさ、あんまり余計なことはしない方がいいんじゃ。あれ、あ、出口あったか。今度はユカテコ。お、仮面だ。アステカの影響を受けた仮面。パイティティ周辺地域の原産品で装飾されている。あんま強くなれなそうだな。レア度はノーマルだな。あ、調べられない。この辺か。お、近いですね。もうちょっとで目的の地に着けそうだが。お、これはレア度、レアですね。レア度、レアの仮面ですね。あっちの方が良かったんじゃないか。これはスキルポイントと地図。これは書籍管理マップか。スキルをね、眺めていたら一個ね、興味深いものがありまして、R がいつもアックスキルっていうのかな、まあ、近接攻撃でさ、とどめを刺すじゃないですか。で、この間無敵っていうのが起こらないんですけれども、あれを行った直後に無敵が入るスキルがあったんですよ。それをね、ダブルスキルの前に、ダブルスキルじゃない、ダブルアローの前にちょっと拝借しようかなと考えております。というのも、どれくらい無敵判定があるのかが気になる。1秒あったらかなり大きいんですけど、1秒ないだろうな。マム、守護者たちは失敗した。失ったものを取り戻すことはもうできない。失敗した。何失ったか分かんないけど、作り出せないものなのかな。さあ、麓感ありますが、ああ、破壊の話か。こっちだね。お、あの少年いるじゃないか。名前なんて言ったっけ。お母さんは見張りと破壊の間に入って話してるわ。パイティティの外ってどんな風なの。そうね、いろんなものがあるわ。世界はとても広いの。パイティティより大きい。パイティティ100個よりも大きいわ。本当？ねえ、僕を連れてって。あなたのお母さんが許してくれるかしら。探しているものはこの中。正しい部屋の見分け方は。死の匂いがする。もし生きてたら昔の用水路を通れば戻ってこれるよ。あっちで会おう。気をつけてね。教団が見回りしてるから。隠された都か。これあれですか、一応そのパイティティについてララさんのそのなんかパイティティみたいなことは言った方がいいんですかね。これやめた方がいいかな。やめようか。これからね、また死にゲーが始まると思うんですよ。気を引き締めていきましょうか。また文献か。勝手にこれ拝借したっていいのかな。消えてるんだよな。人口の急増と都市計画の欠如のせいで入植地では多くの問題が発生した。農民は穀物を栽培するためにジャングルを刈り尽くした。その結果、豪雨のたびに壊滅的な洪水が起きた。また乱獲の影響により漁師は遠くまで獲物を探しに行くことを強いられた。入植地の支配権を争う複数の派閥がこれらの問題の最善策を講じ、しばしば激しい議論を行った。ちょっと前の話になりますけど、ここの ラタトゥーユみたいな、この女王様と話した時にさ、ララさんさ、若干さ、金か言葉を濁したじゃないですか。トリニティに関して、そのララさんとの構想に対して、あれ完全に良くないと思うんですよね。ちゃんともうトリニティはやばいんだ、世界がね、このままじゃ世界がやばいくらいのことをちゃんと言った方がいいと思うんですけどね。あんなとこでさ、若干言葉を濁してさ、復讐は関係ないとか言っときながら父を殺したとかさ、そんなとこで復讐感出されてもさ、
R がね、ちょっとそこのね、その責任者とか偉い人だったら、こいつ何言ってんだみたいな感じになると思うんですけど。うん？ところで、見分け方は死の匂いがするとか、また彼もね、わけのわかんないこと言ってましたけど、死の匂いにつられてどん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 宝箱を開けちゃっていいかな？片木に黒曜石の刃がつけられている恐ろしい武器だ。装甲を装備していない相手にとっては脅威になる。新しい武器かい？このさ、隠された情報の、まあ、要素もいいと思う。あれ見つかんねえな。いいと思うんですけど、あれ見つかんねえな。なんかさ、こういう宝箱、あ、ブルブル、どこだ、若干ブルブルっとしないけど、こういうところでさ、普通になんかさ、パズルとかで遊べてもいいですよね。宝箱の中にパズルがあって、なんかちょっとミニゲームじゃないけど、隠された情報を暴き出せで、まあ、箱を開けるったり、仕掛けを解いたり。血痕がついていたらそれが証だ。え、うん、だって人殺す武器でしょ。お、モノリス、これである程度のまた言語が分かるようになったんですね。 R もあれかな、ああいう古代アイテムを目で見ることができれば言葉が分かるようになるのかな。なんか空き巣の扉がいっぱいあるけど、あ、そうそう、あとそれと、あの、よし、ちょっと待ってね、ララさん、ごめんね、よしって言われてもね、俺どうすればいいか分かんねえんだよ。奥か、ほい、よし、あのドミンゲスとかの写真を見て、ララさんが結構解説とかしてくれたじゃないですか、長々と。あの解説ってさ、なんであの場面で、例えばドミンゲスがずっとここに、あー、ぶねー、今イベントじゃないけどこの辺に串刺しにされてるララさんが今一瞬見えましたよ。いっぱいね、これ以上持てないわ。キノコって何に使うんでしたっけね。だから虫を見たらその場でね、あの処分しないといけないんですけど、それがまたちょっと大変そうですね。虫の声はするんだけど、またグラップルか、開くのかなこの辺が。よいしょ、あっぶね、間に合った。いっぱいね、これ以上持てないわ。はい、また新しいベースキャンプ。蛇の腹、喋るかい。いくら私でもパイティティには驚きだわ。人々とその歴史、彼らが辿ってきた道と今の姿。アマル、ドミンゲス、ククルカンはパイティティの平和だけが願いかのように話す。でもそのためなら手段を選ばず、人の死も厭わない。彼を止めないと。お、いいかい。でもさ、その地元というかさ、自分たちが住んでいる場所とか町とか、まあ、村でもいいんだけど、あ、また強化ナイフか。でもここで取れそうですね、ストーリー進行上であるんで。さっき見つけたさ、うん、これは、あの棍棒だからドンキ、あれをさ使えばいいんじゃねえのって思うけど、それは言ってはいけないのかな、ララさん。ララさんとの会話もね、あ、はいはい、結構長くなりましたけど、このシャドウオブザトゥームレイダーに関しては結構ね、オトリニティの到着、昔のクラシックのトゥームレイダーをやってた時に近い感覚でララさんとね、接することができている気がするんですよね。ということは、つまりこのシャドウオブザトゥームレイダーが昔のね、クラシックのトゥームレイダーに近しい作品というふうに考えてもいいのかもしれないですね。どう、洞窟暗いかな、ちょっとわかんねえな。まあ火があるからね、そこはちょっとわかんない。ケイチューは、これは反乱者を率いるウヌラトを表したもので、背景には怪奇に近い日食が描かれている。あれ、ウヌラトっていうのは人の名前じゃなくて神様の名前だったの？ということは、ここはその神様を人としてっていうか、なんつうのかな、まあ、神様の人の姿をしたっていうふうに。この匂い、エツリが言ってたのはきっとここね。腐敗臭ってことか。
蛇の腹を登れ。そうだな、蛇は丸飲みですからね。ちょっと言ったか覚えてないんですけど、蛇って、あ、言ったな、多分マウスね、ネズミを、あ、大丈夫、着実に、大丈夫かどうか、危なくねえか、この木を見て俺は大丈夫だと思わない。よくさ、この木をさ、危ない危ない、俺は信じない。よくあの匠の人たちがさ、木を再生する、木を再生っていうか、なんていうのかな、木をさ作り直す、まだ使える部分の木は残して、例えばまあ椅子とかベンチとかそういうものをまた使い回しましょう、言い方が悪いな、使いましょうっていう。落ちろ落ちろ、よし。そういう企画の番組とかをたまにね、見るんですけど、まあみんなね、口を揃えて言うのが、木っていうのはすごいんですよって、腐ったところだけを外せばまだまだその木はまだ使えるんですよと。あー危ねえ、話に夢中で危なかったね今。なんかそういう感じでさ、あー、あそこに捕まるのかな、なんかなんとなくね、このトゥームレイダーの、シャドウ・オブ・ザ・トゥームレイダーの、いけんの、捕まれるところ、捕まれないところ、ララさんが捕まりたいところっていうのが、ちょっと少しずつ分かってきたような気がする。少しずつ俺自身がララクロフトになりつつあるかもしれない。あ、またの、オーケー、ゆっくりやりましょう。オーケー、シャドウ・オブ・ザ・トゥームレイダーに毒されてきてるとも言える。あー、やだな、ここあれだな、上からまた岩が降ってきて各種一発し、当たってねえよって俺が言うのが見えるよ。足場に引っ掛ける、四角でジャンプ中にグラップルを投げつける、それいつものですね、いつもの。できるわよね、問題ないでしょ、ララさんだから。何が怖いってね、一発死ですからね。あー、でもいいえ、このコスチュームも結構いいですね。これなんつうの、このワンピースタイプっていうのかな、一枚でかぶ、う、生贄だ、お、キック、おー、ララさんもさっき同じことしたぜ。やっぱりあのトリニティたちをバラバラに粛清しないといけないのかな。一応ね、拳銃は構えることはできそうですね。あれ、ちょっと待って、あ、火の矢は持ってるけど、ん、あ、俺が作らなかったのはこのさ、なんだこれ、いつからこんなものを作れるようになったんだ、この炸裂弾みたいなものか。あ、ごめん、あ、待って、これロープアローじゃね、これ炎の矢でしょ、でこれがロープアローでしょ、ロープアローっていうのかな、これがあるともしかしたら毒ガスモクモクが作れるのかもしれない。ほら見て、この今赤くなってるやつ、これがね毒液なんですよ、必要なのが。で見て、サイレンタロウと布と毒液じゃないですか、使ってんのが。これを額に差し込んで、え、待って、え、ということはちょっと見ていい、スキル、ここでね見れるんですよ、スキル、自分の持ってるスキル、バイパールアー。あー、でも大丈夫か、差し込んで死体にこのバイパールアーっていうものを差し込むんだよね。このバイパールアーを使って敵をやっつけた暁にはっていうことじゃないよね。それだったらちょっと無理だよ俺。だってバイパールアーで、あー危ねえ、まずヘッドショットをしないといけないってことでしょ。まあしなくてもね、毒ガスは多分発生するとは思うけど、ちょっと待って、血がすげえおびだらしいんだけど。頭部破壊による出血を抑えたってさ、この床にさ、あんな生々しい血を出されたら即倒しちゃうぜ。まあ、やめろ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 、
これはちょっと生々しいな。あ、もうめちゃくちゃだよ。あ、これ構えられねえな。やっぱね、通常戦闘をね、弓矢でやるのはね、絶対無理なんで、俺は。ワンショット、ワンキル、逐一ヘッドショットなんてで絶対できるわけないんで、今虫がいたんだけど、おら熱くて当たらねえよ、これ、ちょっと。あ、弓矢でやんなきゃダメか。もったいなくね。え、どこにいた今、弓矢。弓矢じゃねえ。ララさん。ララさん、お顔見せて。あー、これ無理じゃね。え、消えるしさ。え、消えてない。あ、いた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 。ちょっとこれ無理だよ俺。 できねえよこんなの。えい、うえ、嘘。ちょっと毒液くれよ。ま、すまねえ。俺今この持ってるこのバイパーアロ、この毒ガスでね、限界かもしれない俺は。やるしかないわね。え、あ、上ですか。あ、なんだ、普通に行けるじゃん。お、ララさんのちょっといいとこ見えないよ。見えねえ。ごめん、見えねえわ。よし。いいじゃない。これいいじゃない。これノルマ達成だな、このララさん。シャドウ・オブ・ザ・トゥーム・レイダーでの一つのノルマ達成と言えるんじゃないか。ああ、いいんじゃないの、これ。今までうっかり録音をね、見なかった。おサイコブレイク。サイコブレイク。二度も言わせたの、俺に。お前が生贄になるんだよ。あれ、できてるこれ。どこから入ればいいのかしら。あれ、ちょっと地獄ね、おかしいなこれ。俺攻略ウィキでも今度見ときますね、ちゃんと。これ使えないの。これは反乱者。え、足りないことないだろう。え、嘘、やっぱり。やっぱりこれをやらないとダメなのかな。なんかそれっぽいかな。どうもこの感じだとやっぱ敵に当てないとダメくさいか。もしくは、はい、確実に近づいてる。お、銀だ。いいね、もらってこうぜ。例えばこのここに打ちつける、死体に打ちつけるっていうシステムがあるのかな。そういうシステムの方が楽だけど、ヘッドショット専用武器だったらちょっときついかもしんないな。まあでも毒ガスをね、仕込む、どんどん匂いが強くなってる。はい、毒ガスをね、仕込むってことは1人目は確実にね、ヘッドショットでやれる可能性が高いからいいのかな。ジョナ、また銀の目の蛇があった。目的地は近いはず。タトゥーの話をしてた。タトゥー？ああ、ウヌラトゥノを見たろ。サギと日食があった。銀の箱と関係あるかもしれない。そうかしら。ウヌラトゥはパイティティの正当な女王だが、彼女の一族はククルカン教団によって権力の座を追われた。きっかけはパイティティが滅亡寸前に追いやられるほどの大飢饉だった。彼女にはサイリという夫がいたが、食料を手に入れるため狩りに出て帰らぬ人となった。サイリの兄弟であるアマル、すなわち後のドミンゲス博士はこの出来事に責任を感じ、トリニティから得た食料で人々を救うと、そのまま支配者の座に就いた。アマルがパイティティを救ったのは事実だが、教団は彼の不在をいいことに恐怖による傲慢な統治を行っている。
ウヌラツとその下に集う反乱者たちはパイティティの町を取り戻し、古くから続く血統をよみがえらせるために戦っている。ウヌラトゥはイシチェルの銀の箱の儀式を執り行い、新たな時代のために太陽をよみがえらせることが一族の務めであり、自分の使命だと考えている。これ危なくないか。結局さ、ウヌラトゥも儀式をやりたいって言ってんでしょ。箱使って、箱と鍵使って、世界がやばいんじゃないですかこれ。もうララさんだけでもさ手に負えないっつってんのにさ、他のねトリニティプラスこのウヌラトゥの人、パイティティの人たち、この人も狙ってじゃ大丈夫なのかな。まあ俺は知らんけど、トリニティたちから得た食料でドミンゲス、あ、まあ、アマルって言っとこうか今回は。あ、大丈夫か、こっちかな、このままでいいか。じゃあそこまでさ、別にあま、そのドミンゲスもさ、そんなに悪いことしたわけじゃなかったんでしょ。もともと基金があってしょうがないから食料をもらって生きながらえて、まあそのね、まあ恩義せがましい。これしかないよね。え、いいわ。 これしかないってのは何ですか。あの腕っぷしですか。お待たせなんだけど、もう31分なんだよ。ベースキャンプがあれば、あ戻っちゃった。ベースキャンプがあればここで、あ必要ないわ別に。どこでもねセーブできるんで、これどう考えてもやっぱ壺の油に内臓をつけてるのね。それでもララさん臭そうだよな、掃除しろよ。うわごめんごめんごめん。さすがに、さすがのね殺しの専門家でも内臓はきついよな。内臓をつけて興奮することはしないでしょ。頼むぜ。穏やかな様子で誰かを待っているように見える人物の姿。穏やかに。そういえば最近ね、芸能人とかの人もよくあのゲームとかねやったりしてる、番組見ますよね。課長とかじゃなくて、油も結構来てますね。いっぱいね、これ以上持てないわ。そいつはもったいない。でもキャンプがないんで改造もできないしな。これだったら拳銃か、改造してもよかったかもしれないですね。よし、じゃあ次回はここの謎解きから行きましょうか。いきなり詰まっても困るんで、あ、ちょっと待って、布だけもらっとこうか。これをやることで今どうなったんだ。何か最初にやらなきゃいけなそうですね。何かが流れそう。まあ油なりお水なりを流し込まないといけない感じかな。 OK。